サンタが持ってきた過去は、ルイを母、ヤスコと向き合うきっかけに。カムカムエブリバディ。サンタは言ってしまいました。彼の人生は、大切なことからは逃げてしまう人生だったかもしれない。戦争の時は逃げずに、日本のため、家族のためだと思い、戦い、命からがら帰ってきたのに、家族は安子を残して、皆行ってしまっていた。逃げないで戦ったのに、死に一番近かったのは自分のはずだったのに。生き残ったサンタは、安子のため、立花の再興のために、頑張っていこうとしていたのに、また逃げた。だけど、人生最後の残された時間を使って、安子の大切な娘、ルイに償いをしに来たのでしょう。通帳に残されたのは、たくさんのお金ではなかったかもしれない。ルイにはわからないかもしれないが、サンタの償いと、懺悔と、後悔と無念が、残された通帳には、たくさん記されている。そして彼は今頃、父、金太に説教をされて、母、小静に癒されているはず。第96話のお話は、サンタの亡骸、そして、丈一郎と子供二人を連れて、ルイは30年以上離れていた岡山に帰り、木島家を訪れた。お世話になったイサムと、久しぶりの対面を果たした後、ユキエから母がいなくなる前のことを尋ねるが、おぼろげながら覚えていたこととあまり変わらないことに、ますます疑問を深める。そしてその夜、ひなたは部屋の片隅に家族写真が飾られているのを見つける。古い写真を通して初めて見る自分の祖父や祖母の姿。ひなたは家族の歴史に思いを馳せるのでした。数日後、丈一郎はルイを連れてある場所に向かうのですが、第96話はこのようなお話になるようです。ルイは母がいなくなったこと、消えたことが、あの雨の日に見たこと、覚えていること以外の事実を知らない。他に何が、母の心の中にあったのか、それを確かめようとしている。ひなたは自分の先祖のことに初めて触れる。母や父からは聞かされていなかった自分のルーツ。自分の体に流れている血はどこから来たのか。これまでそれほど気にしたこともなかった。だけど、祖母と祖父の写真を見つけて、自分がどこから来たのか思いを深めていくようですね。第95話では、前回からついにルイだけでなくサンタの過去も解き明かされる時がようやくやってきましたね。サンタが隠していた大病、それもいつどうなってもおかしくない状態だったなんて。彼の残された時間もあとわずかとなった今、わしが悪いんじゃ、すべてわしが。あたかも懺悔をするかのよう、ルイに上ごとのようにつぶやきます。そこへ赤西の清子さんと吉右衛門も駆けつけ、最後の別れに間に合って本当に良かったですね。あんたがラジオを盗んだ朝に生まれた吉右衛門じゃ、と嫌味混じりで答えるも、もうそこに、トガメの色はどこにもありません。そして折しもその日はホワイトクリスマス。茜通り商店街に降りしきる雪もサンタのくれた最後のクリスマスプレゼントなのでしょう。サンタはルイにもクリスマスプレゼントを手渡し、ついに行ってしまいました。最後までサンタのように明るく振る舞い踊って、周囲を笑顔にさせてくれていたサンタ。サンタの最後のクリスマスプレゼントの中身を見て、
号泣してしまった方も多いのではないでしょうか。最後の彼の弔いも、親友の桃剣こと桃山剣之助が執り行ってくれたことも、彼の人柄が愛されていた何よりの証拠ですね。はじめはラジオを盗んだり、立花を継がずにダンスに夢中になり、両親を困らせたり、借金をしていなくなったり、お騒がせ者の彼でしたが、姪であるルイに最後に託したクリスマスプレゼントには、通帳が2冊残されていました。そこには、サンタのこれまでの人生の一部が記されていて、昭和24年、サンタが終戦の折に帰郷してから少しずつ貯めてきた貯金。立花を再興するため、彼はコツコツ貯蓄してきたのでしょうね。そこから昭和59年、新しい通帳の日付は、日向と初めて会った時期と重なり、頻繁に入金され、大事な家族を、未来を思っての、大叔父であるサンタの最初で最後のクリスマスプレゼントとなったのでした。その通帳の日付を見ながら、ルイは過去に母に思いを馳せ、父、丈一郎も家族全員で一度岡山に里帰りすることを提案します。こうして岡山の木島家へ里帰りした大月家一家。ルイが18歳の時に岡山を出て、約30年ぶりでしょうか。本当に長い年月でしたね。木島繊維がルイの父方の家であることに驚愕する桃太郎に、ルイも少し嬉しそう。サンタの遺骨と共に里帰りするに至り、ようやく彼も安らかに、立花家のお墓で、皆と仲良く眠ることができそうです。きっと天国でダンスを披露して、立花の皆を笑顔にさせてくれていることでしょう。そして、イサム、ユキエさんとも再会し、イサムも相変わらず野球に熱中し、ユキエさんも役は変わられても、あの気品や物静かな物腰は変わってはいませんでした。これでついに過去の誤解が解ける時が来たはずだったのですが、悲しいことにロバートとヤスコの関係を詳しく知る人は限られていました。すべての誤解を解くにはまだまだ時間がかかりそうで、なんとももどかしい回となってしまいましたね。今朝の朝一でも博多大吉さん、いよいよ岡山に帰りましてと始まり、今回入られた森花子アナウンサーも、まだちょっとルイの母ヤスコに対する誤解は完全には解かれていないですねと話されていました。大吉さんも、ロバートさんのことをあとは誰が知ってましたっけと問いかけ、花丸さんは、イサムさんが境内で目撃はしてますよねと語っていました。他の SNS、ツイッターでも、複雑に絡んだ糸が少しずつほぐされていくと、皆さんも気が気でない様子。鈴木直子アナウンサーは朝一を欠席中ですが、気づいたことがあれば皆さんメール使ってください、家で見ている鈴木アナウンサーもくださいと、大吉さんも考察を広く呼びかけていました。ルイはユキエさんから岡山でサンタが立花の和菓子店を再興しようとしていたことを聞き、通帳の貯金の秘密もそこで解けたようです。しかしユキエさんもまた涙ながらにサンタのお骨に手を合わせ、彼がいなくなったのも自分が彼を傷つけてしまったからだと後悔していました。ダンスで笑わせてくれる優しい人。本当はサンタが自分を思う気持ちにずっと前から気がついていたはずなのに、女中の身分をわきまえずに
イサムへの思いを選んでしまったこと。それでも一度はイサムとも別れ、サンタと添い遂げる道を選ぼうと考えたものの、結局はイサムと一緒になり、彼を傷つけてしまったこと。誰しもが後悔のない人生を歩んでいるわけではなく、生きていれば、むしろ長く生きれば生きるほど、嬉しいことだけではなく、辛いことや後悔も積み重なっていくものですね。人によっては日記や手記にしたためたり、誰かに打ち明けたり、そうすることだけでも自分の心の整理がついたり、そうすることで胸のわだかまりが溶けていくこともあったり、今回はそんな人生の奥深さを改めて考えさせられてしまう回となりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。